はい、ユッキーです。ですね、飼育しているメダカなんですが、オグサレ病にね、かなり昔からなんですけど、昔っていうか飼い始めた当初ぐらいからね、ちょっとわかりにくいと思うんですけど、てか絶対わからないと思うんだけど、ヒレがね、欠けてるんですよ。で、かけたり、ちょっと白くなってる個体がね、何匹かいますので、隔離して、厥浴と混浴をさせたいと思います。一応ね、こちら、オグサレ病に、このね、グリーン F ゴールド顆粒ってやつをね、購入しまして、まあ、隔離する水槽が5リッターの水で、で、これを 0.2 グラムですね、入れまして、あと塩を、このね、確か25グラムか、0.5% のね、がいいらしいんで、この黄色い薬とね、を入れたいと思います。で、混ぜて、そこにね、まあ、メダカを入れる形で、1週間ぐらいちょっと様子を見たいと思います。はい、こんな感じにね、結構黄緑っぽく、黄色っぽくなりました。で、ここにね、メダカちゃんをですね、入れて行きたいと思います。はいはい、メダカちゃん、メダカちゃん、メダカ、メダカちゃんや、よいしょ。どうやってやろう。メダカ投入。大丈夫かな。死んだりしない。大丈夫だよ。2匹目投入。全部で7匹いるんですよ。
こら。こら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 。なかなか逃げます。いいか。いいか。捕まえる気がする。はい、3匹目投入。大丈夫、死んでない？死んでない。はい、4匹目投入。うん、大丈夫？死んでないよね。ほら、こっから出てきなさい。ほらほら、もうよし、バカ。ああ、ちょっと、ああもう、大体これ、これさ、網がちっちゃいんじゃない、大きいんだよ。中ぐらいの網だからね、これ。もうちょっとちっちゃいの買った方がいいよ。よし、5匹目。あと2匹。死んじゃってるやん。こら、こらこらこら。こら、そっから出てきなさい。隠れるんじゃない。こら。出てきた。あのね、放卵してる子もいるんですよ。2匹ぐらい放卵してた。今日確認したら2匹放卵してたんですよ。2匹放卵してたんで。ほら、ほら出てこい。よし。ああ、最後の1匹。よし、これで全部。うわ、終わった。
よし。とりあえずこれで OK。うん。ということで、これでね、7日間、しばらく様子を、このや薬がね、効くのが7日までなんで、7日以内じゃないと効かないらしいんで、それ以降は、捨てるっていうか、そのね、もう終わりらしい。はい。これちゃんと7匹ね、いますんで。で、餌はね、一応与えていくのが、まあ、いいらしいということでね。ヒメダカちゃんですけど。よし。まあ、ということでね、まあ、エアーだけやって、ろ過装置は入れません。で、一応この中に、5リッターのね、水と、今のところ全員元気ですね。1、2、3、4、5、6、7匹。ね。まあ、ろ過装置と、ろ過装置は入れずに、この黄色い状態で、塩をね、25g と、あとこの薬剤を、0.2g 入れました。ね。これでとりあえず1週間様子を見ましょう。それではご視聴ありがとうございました。